はい、ただいま2月2日の、夕方ですね、17時6分です。はい、皆さん、こんばんは、ちょっとこんばんはというね、時間帯になりましたが、今日はですね、実は先日も少し、別の動画でお話ししたんですけれども、大志北越銀行というですね、まあ、新潟の大きいですね、銀行さんの、経営者クラブの方の、まあ、オンライン講演会がありまして、そちらでですねちょっとお話をさせていただきました。ということでですね、ちょっと午前中はこの除雪やらなかったんですけれども、今からね、ちょっとね降ってきましたんで、やりたいというふうに、除雪をやりたいというふうに思います。それでは行ってまいりましょう。
はい、終わりました。やっぱ夕方からやるとね、暗くなりましたね。まあ、これあの動画的には結構あのなんかこう、ライトアップでね、あの雪景色が綺麗に、映るんじゃないかなと思いますんでですね、まあ、そういったところも楽しんでもらえればいいかなと思っております。はい、で今日はですね、あの結構雪が久しぶりにあの強く降ってますんで、これ、まあ、街中がどんな様子かね、ここからではわからないのが結構残念なところではあるんですが、街中もね、これぐらい降ってたらあの積もるんで、あの今晩ですね、除雪の出動があるかもしれません。で今日からですね、出動する際には自分たちがね、あの2人、うちらのその NPO から2人あの出してですね、で片方がオペレーター、片方が助手ということで、丸々1台任せてもらえることになりましたんで、ちょっとですね、頑張っていきたいなと思っております。まあちょっと出動あるかどうかはね、その時になってみないと分かりませんが、まあその場合はですね、今日はあの安藤君と私が、出動するという、まあ、そういう順番になってますんでですね、まあこれあの終わったら夜に備えて寝たいと思います。それではですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、終了時刻ですが、6時33分でした。